7月某日、蒸し暑い夜、夜の森へアリ採集へ出かけました。この日の目的は結婚飛行時期を迎えたアシナガアリの新女王の採集です。夜の森ではたくさんの生き物たちが活発に活動していました。アリたちも結婚飛行を行っており、最初に目にしたのはケアリの仲間の新女王。すでに羽を落とし地表を徘徊している女王アリの姿や、アシナガアリのワーカーたちに襲われている女王の姿などがありました。アシナガアリが多く生息する場所に到着し、巣口を観察してみるとお座りの姿がありました。こちらでは新女王の姿、巣口付近を徘徊する羽アリたちの姿は、この日結婚飛行があったことを予感させてくれます。アシナガアリのワーカーに襲われるアシナガアリの新女王、同じ種類のアリであっても結婚飛行後の新女王が同種のワーカーに襲われるというケースはよく見られる光景です。探索を続けていると、ついに羽を落としたアシナガアリの新女王に出会いました。今回はこのアシナガアリの新女王を採集し、一から育ててみることにしました。アシナガアリの美しい姿や飼育の過程など、どうぞごゆっくりお楽しみください。それではアシナガアリの生態について確認をしていきましょう。アシナガアリの生息地は北海道から本州、四国、九州まで、国外では中国などにも生息しているそうです。栄巣形態は土中栄巣性、コロニー形態は女王が1匹のみの単女王性。森林内の日陰になったような場所や沢沿いなど湿り気の多い場所にコロニーが多く見られる傾向があります。アシナガアリの結婚飛行は7月から8月上旬頃、午前中や日中に新女王採集の例が多いイメージがありましたが、図鑑等では夜間に結婚飛行を行うとされているようです。今回の新女王採集に関しては、以前に日中での採集を試みた際に時期的にうんざりするほどの暑さに見舞われ大変だった経験があるため、今回は暑さの和らぐ夜の時間でも採集ができないかということで、この時間帯を選ぶことにしました。ということで、我が家にやってきたアシナガアリの新女王、まずは簡易的な試験管巣を用意し、コロニー化を目指すことにしました。7月11日、結婚飛行の翌日です。このアシナガアリ新女王にとって新しい居住環境である試験管巣の中で、まずは落ち着いてくれたようです。アシナガアリの女王を間近で観察すると、腹閉節が2つあるという二節アリの特徴や、特徴的な胸部の盛り上がり、赤みがかった体色や脚部など、とてもかっこよく美しいアリであることがわかります。試験管巣の中で女王が落ち着いたら最初の給餌を行います。餌は蜜餌、蜂蜜やメープルシロップ、スイーツパウダーなどを混ぜた混合液です。ワーカーが誕生するまでの長い期間を女王はたった1匹で乗り越えていかなければならないため、
ここから先も2週に1度程度少量の蜜餌を与えていくことになります。7月12日結婚飛行の2日後です。アシナガアリの新女王は早速産卵を始めてくれました。卵の数は3つ。ここからどれぐらいの卵を産んでくれるのか楽しみです。7月16日、卵の数は10個程度になりました。7月31日、結婚飛行からは約3週間、アシナガアリの女王のもとには最初の幼虫が孵化していました。触覚で卵や幼虫などを大切そうに触れる女王の姿が可愛らしいですね。8月7日、幼虫の数がだいぶ増えてきました。ほとんどの卵から幼虫が孵化したのではないでしょうか。8月14日、結婚飛行からは1ヶ月少々、アシナガアリの女王のもとにはサナギが出現していました。アシナガアリは裸葉と呼ばれる眉を張らないタイプのサナギを作るアリです。サナギの形がすでにアリの形になっていることがよくわかりますね。8月21日、サナギたちの中に濃く色がついたものが現れ始めました。これはサナギたちが間もなく成虫として羽化する兆しです。8月28日、アシナガアリの女王のもとについに初ワーカーが羽化しました。すでにワーカーの数は3匹いるようです。結婚飛行からは約1ヶ月半、晴れてコロニー化に成功です。9月5日、ワーカーの数はさらに増え7匹程度に。また後続の幼虫たちも育ってきており、よりコロニーらしい雰囲気になってきました。初期コロニーとしてある程度安定してきたところで、長期的な管理を見据えて石膏巣への引っ越しを行うことにしました。今回使用するのはこちらの3ウェイメッシュ石膏巣。メッシュで作った箱型構造により、給水口、通気口、乾燥足場の3つの機能を備えた平型石膏巣です。こちらの飼育巣の詳細に関しては3ウェイメッシュ石膏巣の動画をご参考ください。9月11日、コロニーは無事に石膏巣へと引っ越しをしてくれました。キークスは気に入ってくれたでしょうか。10月18日、女王の結婚飛行からは約3ヶ月。新しい石膏巣で成長を続けたコロニーのワーカー数は12匹に増えました。引き続き卵や幼虫、サナギの姿も確認できますね。またワーカーが生まれてからは給餌の際に少量の肉餌も与え始めています。ちょうど巣内には運び込んだミルワームの切片が見えますね。アシナガアリは肉食性の強い傾向のあるアリです。これからたくさん肉餌を与えてコロニーの成長を促したいところですが、コロニーは間もなくして越冬を迎えることでしょう。最終的な1年目のコロニー規模はワーカー数15匹程度になるのではないでしょうか。いかがだったでしょうか。今回は一から育てるアシナガアリということで、
新女王採集から約3ヶ月間の様子をお届けしました。二節ありのグループの中でも人気のあるこの足長アリ、細長い足でゆっくりと歩く姿や美しいフォルムに憧れて飼育してみたいアリの一つとして足長アリをあげる方は多いのではないでしょうか。今回は足長アリの女王採集の中で一つのハードルとなる猛暑期間での結婚飛行という部分を夜間採集という方法で緩和することができました。女王採集後の管理は他の土中種などと変わりなく特別な方法はありませんが、これから迎える冬を越えて2年目の成長を楽しみにしていきたいと思います。今回は以上で終わりになります。ご視聴ありがとうございました。